港松江城の堀をぐるっと巡る船の上でビールを飲みながら観光できるゼロ時間遊覧船というイベントに参加してきました。夕方の気持ちの良い空気を受けながらビールを飲む、いつもとは違った堀川遊覧船もまた良かったです。僕は飲み放題だったのでついつい飲みすぎてしまいました。それではご覧ください、どうぞ。はい、お願いします。お疲れ様です。乾杯。乾杯。かー、うまい。プリ飲んでください。よろしくお願いします。うまいです、やっぱり。ハプニング。ありがとうございます。お疲れ様でございました。よいしょ。皆さんお疲れ様でございました。お疲れ様でした。はい、ゆっくり行きますのでね。はい、それではね、これより出航いたします。よろしいですか。はい、乾杯。これより乾杯。乾杯。乾杯。昨日ね、操縦してた。そうですか。昨日ね、もう練習して。上手上手。いや、何かあった時に、ね、よろしく。あ幸せの橋と書いて幸い橋と言いまして、幸い橋を下を通りますと幸せが訪れると言われております。もちろんニコッとして話すんですけど緊張しちゃった。確かに。じゃあちょっと行きます。うわ、やばい。それは畑じゃないですか。ちょっと待ってくださいね。真剣。真剣。今さ、入ってきましたですかね。しっかり飲むよ。そうです。すぐ来るで、さっき。そうですよ。ええだろ。視聴者さんが送っていただいたのは、すごい飲むんですよ。おはようございます。いやー、うまいっすわ。じゃあ、あのさ、自分で砂浜でさ、セットしてさ、撮る、どうやってこう、動画を撮るかってやつやってたりするの。あ、はい、あれ、こんなに苦労するんだとか、動かしてまた、同じことをこんなことやって、勝手にいたりみたいな。屋根を避けますので飲み干してください。嬉しいかもしれませんし、しばらくの間ご辛抱くださいね。おお、あ、当たらない。あ、これ当たった。この間は何もしばらくなってますので、ご辛抱なさってくださいね。上手。当たってない。当たんなかった。いや、今当たりました。安心したら顔ですね。気持ちいいです。すべ涼しいし、いや、この開放感めちゃくちゃ気抜きのいいなと思って、ね、ここいいですよね。この開放感すごいなと思って、ここいいっすよ、ね、天然のカラーリオボックスが橋の下でございますね。修学旅行生が来た時にこう何歌うんですかって言ったら、修学旅行生、中学か高校中学生はうっせぇわ歌って、だからあのところで吹き抜けでうっせぇわ歌われても情緒も何もないけど大丈夫かみたいな。民謡とか松井ゆかりの歌を歌おうと思うけど、はい、効果、あ、ちょっと効果が違うんですか、みんなはこうで、エコーが効くのですごく響いて楽しく見る歌です。だから効果を歌うことが一つ思い出になったり。じゃあ今日はどっちに効果を歌って歌いただくかはちょっと、そうそう、この今じゃんけん決めてもらって。効果、効果、一番直近の効果。ちなみに全部もう上手なんで。
え、はい、めちゃくちゃ上手です。かかってたんですか。ごめんけど俺はね昭和のおじさんだけどね。大変セブさんは歌がお上手だって言ってた。来ました。よっ。ああ関の五個松ショコホイロ松ホイ。最後ね、あのコップにいっぱい入れて、はい、そのままテイクアウトしていただいて、ね、ああ、いいですね、そっくりの。いやー、やっぱ松江市は最高ですね。来てよかった。簡単に泊まってご案内するまではね、座って飲んでいてください。結構、僕にとっての癒やしの空間が、足元、堀川ゾーンなんです。気をつけんなら、めっちゃ涼しいですね。気持ちいい、気持ちいい。酔っ払った奴一回見たけど、落ちた奴はまだ見てないけど。いやー、着々落ちるかもしれない。動画だけ撮ってるから。落ちるところどうか。まもなく着岸をいたしますね。ありがとうございます。よかった。めちゃくちゃ気持ちいいですよね、ほんと。気持ちいいっす。ほんとそう。足元いいね。へい。ありがとうございました。ありがとうございました。いい旅、いい旅じゃないですね。いい1時間にしてくださいね。ゼロ次回これでこれにて終了でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ゼロ次回いかがでした。あのこの松江市の街並みとね、はい、造形線乗りながらただの酔っ払いか。すいません、すごい楽しませてもらいました。楽しかったね。はい、じゃあ今から1時間行きますんで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張って。